第520戦車大隊は、ドイツ国防軍陸軍に存在した重戦車、大隊である。初めてティーガーアイを受領し部隊編成した、大隊であり、東部戦線を中心に4 0 0両以上の戦車を、撃破する戦果を挙げた。第520戦車大隊のティーガーアイ。1942年5月25日、バンベルクにおいて、第35戦車訓練大隊から派生する形で、 組織された。第5百2抽戦車大隊が組織されて間もない7月23日、アドルフ・ヒトラーは、ティーガー・アイをレニングラードに投入するよう命令を発した。この命を受け、8月19日、20日の2日にかけて4両のティーガー・アイが大隊に配備された。8月29日に、大隊はレニングラードに到着、初めてティーガー・アイが実戦投入された。 第5 2 0戦車大隊のティーガー・アーイは1942年9月16日にラドガコ南部で初めて戦火を交えた。しかし9月22日に大隊のティーガー・アーイは悪路で立ち往生するなどしたため敵の砲撃を受けてしまいこのうち一両が回収不可能となってしまった。このティーガー・アーイは敵側に情報が渡るのを防ぐため11月25日に 破壊されている。9月25日には、新たなティーガーアイア3号戦車などが到着し、大隊は立て直された。1942年12月になると、それまで第一中隊のみであった第502中戦車大隊に、新たに第二中隊が編成されたが、第一中隊とは異なり、ドンに集団戦区に派遣された。この第二中隊は、 翌1943年1月末頃に、同じ戦区に派遣されていた第530戦車大隊に、第3中隊として編入された。1943年1月14日、イスクラ作戦を展開中だったソ連軍が、第5 2中戦車大隊のティーガーアイを一両撃破し、露獲した。さらにその数日後、もう一両のティーガーアイも露獲されている。 二両の T ガーアイは即座に、クビンカ走行車両中央研究所に運ばれ、対抗手段を得るために徹底的に研究された。1943年4月1日、第1中隊のみとなっていた第5 2 0戦車大隊に、第2中隊と第3中隊が組織された。5月後半までに大隊には31両の、 ティーガー・アイが配備されており、前述のような戦果を上げる要因となった。6月に重戦車大隊の部隊編成に変更があり、第5 2重戦車大隊第1中隊もそれまでの、ティーガー・アイとスリーゴ戦車の混合形態から、ティーガー・アイのみの編成へと変化している。第520戦車大隊は1943年7月から9月まで、ラドガコ付近に、11月から12月は、 レベルに拠点を置き、レニングラードから退却するドイツ軍の援護を行った。1944年2月からは、ナルバ軍集団として、ナルバの防衛に当たった。4月には、プレスカウに、7月には、ダウガフピルスに移り戦闘を繰り広げた。ティーガー2も、第5 2 0戦車大隊に配備されたが、終戦間際でもありその数はわずか8両に、とどまっている。 1945年1月5日、第5 2 0戦車大隊は、第511駐戦車大隊に再編された。ティーガー2が不足していたため、ティーガーアやヘッザーなどが補填に回されている。大隊は、独ソ戦に従軍したが4月27日に解散し、5月9日にソ連軍へ降伏した。第5 2 0戦車大隊は大戦を通じて105両の、 ティーガーアイと8両のティーガー2が配備され、1400両以上の敵戦車、2000門以上の敵火砲を撃破した。AB ドイルジェンツ、タイガー、アイヘビータンク、P21 シュナイダーピアニッシモ、34クレイギス、P4、AB ミリタリーディテールイラストレーションティーガーアイ初期、型、エド藤サトシ、新規現車、2013年、 ISBN 978から47億75311042シュナイダーピアニッシモ7677ハットシュナイダーピアニッシモ7981シュナイダーピアニッシモ8182シュナイダーピアニッシモ8283ドイルジェンツキングダイガーヘビータンク P39 シュナイダー P112 クレイギス P9 シュナイダー P92 ありがとうございます。